MacBook Pro 2018届きました。はい、こんにちは。結局 MacBook Pro 2018買っちゃいました。僕が買ったのはね、15インチで上位モデルの方なんで 2.6GHz の6コアで、ストレージだけね 1TB に持ってあります。メモリはそのまま。このグラフィックス GPU がね、 Radeon Pro 560X って、これが良かったんですよね。それで、決めました。というわけで、新しいパソコンがどれぐらい強力なのかテストしてみたいと思います。今日の Vlog をね、全く同じデータを同じ設定でね、こっち新しい MacBook Pro 2018と古い方の MacBook Pro 2015、この2台でね同時に書き出してみたいと思います。どれぐらい時間の差ができるのか。書き出し書き出し、まあほぼ同時に今書き出しました。今ね、5分弱の動画を 4K で書き出してるんですけど、こちらの新しい MacBook Pro 15インチ2018モデルは今ね、残り4時間5分で、こっちの MacBook Pro 13インチ2015年のモデルは、8時間23分ってなってますね。ざっくり言って倍ぐらいのスピードでこっちの新しい方は書き出しができるということですね。まあ高かったけど、まあ買ってよかったかなっていう感じです。はい、というわけで今日の動画は、新しい Mac と古い Mac で書き出しスピードがどれぐらい変わるか検証してみました。ではまた明日のブログでお会いしましょう。